まけんチャンネル。せっかくなので、まあ、東京パラリンピックの、まあ、バドミントン注目選手を教えてください。はい、上肢障害の女子で、鈴木彩子選手、めっちゃ強いからね。あ、そう、まあ、上肢障害なんで肩手の障害が多分あるんですよね。そうですね、肩が上がらないっていう形の障害なんですけど、だけどもうフットワークがめちゃくちゃいいから、もう本当に普通に強い。うわ、ちょっと見たくなるな。メダル候補ですよね。そうですね、はい。日本はちなみにバドミントンはパラの方でもう日本は強いんですか。はい、かなり上位のメダル候補にはなるので。いや、まだまだいるからな。メダル候補がまだいるんだ。まだいる、いっぱいいるの、いっぱいいるの。お願いします。あとは車椅子の方では女子で山崎里美ペアがダブルス、ダブルス、はい。で、男子でも村山梶原ペアがメダル候補、はい。あと女子の車椅子の選手でも小倉選手が、はい、メダル候補。おぐちゃん、そうです、おぐしおの、おぐしおの、おぐしおの、おぐしおになる。いいね。そう、でも山崎さんと里美さんはもう世界選手権でも金メダル獲得して、里美さんはシングルスでも金メダル取ってるんだよね。すげえ。そうなんです、ね、もうやっぱ強いね、バドミントン。で、その、 あの車椅子 の、 あの梶原くんもね、素朴で、素朴ですごい。まだ若いんだよ。20代前半とかですか。今19です、ね。若い。今大学1年生になったばっかりなんで。2年かな。そんな子に、ね、あれじゃあ、レイコちゃん大丈夫だよ。私、ね、一緒にやったことあるんだよ。取材させてもらったから。おばちゃんって言われてない？いや、言われてると思う。ねえ、38と18は。まだ37やだ。あ、そっか。37だわ。そうそう、じゃあもう注目選手いっぱいいるから、みんなで応援しましょう。応援しましょう。はい、お願いします。はい、ちょっと意気込みをお願いします。いや、こんなね、やる機会ないので、しょうこさんと絶対勝ちます。そうでしょ。いやいや、言っても5年ですよ。あ、いいよ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 。はい、よっよっ。じゃあ、はい、ラストお願いします。お願いします。お願いします。やばーい、やばい、まずい、まずい、まずい。元インテリ1点さっきじゃないの分かってないけど、どれを動かしたらいいの。先に手を振って振りたくなっちゃうから、バドミントンのフットワークと同じで、まず足で動いて、できてるっていう。そうそうそう。はい、いきます。腕伸びました今。危ねえ。いやー、でもすごい楽しそう。今マジで。いや、いい勝負だったね。いや、悔しい。いやー、そうか。いやー、ちょっといけるんじゃないですかね。Thank you.
うまっ。ごはんさ、懐かしい。早い。だってさ、俺らはさ、絶対さ、動いた状態で打ってるけど、ごはんさ、止まってるよ。ポン。フォーラブ。うわ、マッチョだ、マッチョだ。いやいや、なんかいいね、こうやって負けてる姿、いいね、今まで勝ち続けて敗者の気持ちを分かるだろう。いや、ちょっと待って、やめて。うわ、はい、ひよこに見えますね。ちょっと提案してもいいですか、はい、ちょっとこのままだともうボロ負けしそうなんで、やっぱ言っても慣れてないっていうのがあって、そうです、ね、夫婦2人と対決っていうのってできたりします、はい、もちろんできます。お二人どうですか、それでもいいですか。お願い、これしかねえだろ。お願い、前行って前、妻が負けてんだな。アウト。アウト。アウトでした。あ、ちょっと待ってください。ごめんなさい。おい。止めちゃってます。今の良かったですね。
アウトでした。OK。やばい、もうマッチポイントだよ。マッチポイント。OK。なんか池田慎太郎さんの気持ちが分かる。なんかちょっと緊張する。ミスできないっていう。じゃあ行きますよ。2.1 でお待ちください。もうミスできないから。オッケー。イエーイ。うまかった。大浜さんの勝利ですね。ありがとうございます。大浜さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、ありがとうございました。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。違う。じゃあもう一回やらせてもらえません？いや、ちょっと待って、私。じゃあ、下も10回回んなさい、ここで。10回。いや、もう一回やりたい。もう一回やりたい。本当に。ちょっと2対1で。じゃあもう一回やらせてもらえません？いや、もういいですか？はい、お願いします。なんかちょっと見えた。見えたね。ちょっと見えた。役割が。役割。あとプレッシャーかけないと。わかった。チェンジコードしてもう一回だけやらせてもらっていいですか？チェンジコード。お願いします。よし。俺はもう勝てないと思うんだけど、やっぱスイッチ入ってるね。スイッチ入ってますね、うん、いけます。ちょっと今前後ばっかりやってたから、じゃあもうちょっとサイド狙おう。なるほど、うん、もうちょっと私の技術的にサイドもちょっと行くわ。あと俺思ったらお腹出した方がいいんじゃない？いや、なんでよ、意味ない、無意味な腹出しよ、それは。ちょっとさ、うん、大浜さん、やっぱレイちゃんとできてさ、ね、タッチャーのさ、前にさっきからずっと肺が止まって俺、うんこなのかな。うんこかもしれない。さっきからずっとさ、肺が止まってんだよね。俺に、うん、頭に。どうでした、やってみて。いやまあね、最初初めてなので、車椅子に乗るのが、まあ、これが慣れてきたらちょっと怖いなって思いますね、うん、ちょっともうゼロ点で抑えたいなと思います。納得いかないんで、夏の1回、5点満点お願いします。やれ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 、おっしゃ、やべえ、ワンダウン、やばい、やばい、やばい。サーブを打つまで前に。ダメだ、俺ゴミ箱。はい。俺いるから。ゴミ箱。オッケー。はい。入った。入ったね。アウトだ。でもあそこは狙いどこなんだよ。確かに。おわ、あそこはね。大事に、大事に。アウトすね。うわー、惜しい。後ろアウト。あ、後ろ超えてたと思います。惜しい。3-2、3-2。やばい、アウト。アウト。3-4。いやー、ちょっと焦ってきたんだな。さっきからの戦いや。はい、
までが遅いんだよな、レイちゃん。ありがとうございます。今さ、ここ椅子がさ、俺の高くされてる小浜さんにやられたわ。こう椅子が楽しい。やばい、マッチポイント。マッチポイント。めちゃ。めちゃ。でも、もうこれ何回やっても俺がいる限りあれが起きる。いやでもいい試合だと、ちょっといい感じで掴めてたね。おはさん、参りました。参りました。ありがとうございました。参りました。もう嬉しい限りで。もうピヨピヨなんて言ってすいませんでした。そりゃそうだ、ピヨピヨ、どっちがピヨピヨだ。失礼しました。いやでもね、まあやっぱいろんな競技さあ、マシマキチャンネルでやってきたけど、やっぱこの今回のこの車椅子バドミントンも全くもうバドミントン別物って思ってもいいぐらい深かったね。だしやっぱ楽しめるよね。楽しめる。なんか私いつも思うんだけど、車椅子バドミントンってさ、障害のある人用になっちゃってるじゃん。だけどこうやって車椅子さえ乗ってしまえば、健常者も障害のある方も一緒にできるスポーツじゃん。だからもっと普通に私たちができる環境があればいいのになっていつも。車椅子バドミントンってなんか略してなんかいいやり方の言い方ないですか。車椅子バドミントン。ああ、だから車椅子バドミントンって長いし、ね、椅子バドでしょ。椅子バド、あ、椅子バド、 あ、今日椅子バドやろうぜーとかさ、言ったらもっとなんか気軽にできる気がする、うん、そうだね。まあ、でも健常者も出れる大会もあるんで、うん、本当ですか。そうなんですか。なのでそういうのが、まあ、年に数回あるんで。出たー、いいね、いいね、めっちゃ出たー。塩田さん来たらもうみんなびっくりします。本当ですか。ね、俺も出ていいですか。いや、もちろんね、出れますよね。そうか。あ、でもそれ、マスシマキチャンネルでやったら、え、ぜひ、やりたー。ダブルスプーンで、またさっきのあの顔されてこうやってやったなみたいな。忘れもしませんな。怖かった。そんな顔大事に行けって言ったんでしょ。なんかでもこうやってね、本気で戦える、うん、感じ、ね、すごい良かったわ。逆オファーありがとうございます。ありがとうございました。なんかね、これからちょっとずつみんなにこういうのもありますよってのを見てもらった上で、東京オリンピックみんな応援して、うん、じゃあ自分たちもやりたいっていうのを思ってくれたらもっといいよね。そうですね。いやー面白かったです、ね、あ、もう本当に面白かった。ちょっともう一回リベンジさせてくださいね。もうぜひぜひ、もういつでもお待ちしておりますので。ありがとうございます。ということで、うん、今回マシマキチャンネル、うん、車椅子バドミントン、うん、椅子バト、うん、大浜さんとたっぷり楽しませてもらいました、はい、皆さんも興味がある方はぜひチャレンジしてみてください。みんなで五輪を応援しよう、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。